はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数のグラフと方程式不等式丸1をお送りします。で、前回までね、最大最小をずっとやってきましたが、ここからタイトル変更です。で、まずこの1個目は実数解の個数、まあ次回もね、この実数解の個数使っていくんですが、まあそれの問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、次回も実数解のコースやるって話をしたんですが、これに関しては基本的に増減表を書きます。グラフ書きます。勝負しますっていう流れです。いいね。だから増減表まず必要になるんですけど、なので、これだけだとね、ちょっとパッと見わからないので、まず、左辺のここ、この部分、まあ、イコール0になってるからさ、両方。その部分を、あ、1って書き忘れた。y イコールで置いてください。で、今回ですね、板書が足りるかどうかがかなり微妙なので、ちょっと字小さめでいきます。ちょっと見にくかったらね、YouTube 全画面表示で見てください。まあ、こうやって置くと。で、これ置いて、こいつのグラフを書きに行くの。まずね。で、書いていくと、まず微分するでしょ。で、3x にしよう。ごめん、まずね、声がね、これね、喉がちょっとおかしくて、申し訳ない。で、こうなる。で、微分したものをイコール0、解くと、イコール0にして、3で割って、x2 乗。一応、ちょっと書こうか、ちっちゃく。x2 乗、マイナス 2x、マイナス3。イコール0で微分すればいいから、微分じゃない、ごめん、因数分解すればいいから、マイナス3とプラス1が出てくるんで、3とマイナス1とこうなるね。で、ここから増減表を書きます。で、増減表とグラフが両方書かなきゃいけないっていう、この厳しい戦いなんですけど、まず x、 ここにグラフ書ければ勝負できるかな。ちょっと縦は長くていいか。で、y' と y と。で、今回はマイナス1と3なので、点点点、マイナス1、点点点、3の点点点と。で、この2箇所、y' が0。まずここからいこうか。マイナス1をここに入れるから、マイナス1、マイナス3、プラス9、プラス7だから、マイナス4なんで5、12か。12、合ってるかな？大丈夫だと思うんだけど。で、次が3の時が、左残額、27。ここがでもマイナス27になるから消えるのか。消えて、で、マイナス27プラス7だからマイナス20だね。こう。で、あとプラスマイナス探しに行くと、今度 y' ね。で、めっちゃでかい数。100とかよくね、俺が使いますけど、100とか入れると、この20のとこがめちゃくちゃでかくなるんで、ここがプラスなんだよね。ちなみに100を入れると、ここ3万になるからさ。でも絶対それが勝つから。だからここプラスになります。で、逆にマイナス100も同じ。入れるとマイナス100の2乗って結局プラスになって3万なんだよ、ここが。だからここが3万だから、こっちがどんな数になっても打ち消せないんだよね。ここが勝っちゃうから。だから結局プラスになります。で、間は0がね、入ってるから0を入れるとマイナス9だけ残るんでマイナス。つまり、まあこんな感じになるよっていう。だね。で、下ぐらい、いいね。ここ使おうか。で、グラフを書きます。まあ、簡単なグラフでいいです。簡単なんだけど、この値だけ、ちゃんと間違わなければ大丈夫なので。x と y と。で、マイナス1の時が12。1の時12。まあ、このちょっとね、高さ足んないんですけど。こうなって、3の時マイナス20なんで超下がろうか。ここがまあこうなってると。で、上がってきて下ってきてまた上がる感じになるから、こうなってこうなってこんな感じか。まあこれがグラフだと。で、なんでこのグラフ書くかっていうと、結論から言えば今回実数解の個数でしょ、これ X 軸とぶつかってる場所の数を数えれば終了になります。つまり今回1、2、3個ぶつかってるでしょ、 X 軸と。
だから次数回の個数いくつ？答え3個って、これで終了なのと。だからグラフ書かなきゃいけないっていう。で、ちなみになんだけど、このね、この問題なんでグラフ書いて X 軸とぶつかった個数なのかっていうのちょっとね、覚えてほしいことがあって、これ実は今左側左辺を Y で置いたじゃんか。で、このグラフ書きました。で、実はこの左側のグラフと右側もね Y=0っていうこの2つのグラフの交点の数なんですって覚えてください。いいね。右はイコール0なんで y イコール0と置きますとか書かなくていい、書かなくていいからいいんだけど、左辺のこのグラフを書きました。で、 y イコール0、これって x 軸のことだからね。だから x 軸との交点の数が実数回の個数なんです。左側のグラフ、左辺のグラフと右辺のグラフの交点、ごめん噛んでる、交点なんだと覚えてください。なんでそれ強調するかっていうと、次回の動画で使うので、その知識を。だからそれ覚えてほしい。ぜひね、頭の片隅ぐらいで構わないので。で、2番も同じようにやっていきましょう。だからね、今回またイコール0になってるので、左辺の部分 x2 乗を -8 と、これをね、y で置きますで、置いたら、まず微分してこうなるでね、定数項消えるもんね。で、y'=0 を解くと、イコール0にして -6 で割ってしまえばこうなるもんね。だから、x=ごめんね、0と2になります。で、ちょっとね、下がね、余裕があることがさっき分かったんで、ちょっと大きめに書きました、こっちは。で、0と2を使って増減表書いていくと、ちょっとね、よいしょ、 y ダッシュ、 y だね、これ本当にちょっと喉が申し訳ない。で、点点点0点点点2点点点と、で、ここが0になって、まず値いこうか、 y ここだね。0入れると -8 で、2を入れると、2の4乗だから -16、 これ書こうか、ダメな気がする、-16 でしょ。で、6424、いや、いけたな。で、-8 だから消えて0か、よいしょ。で、こうなる。で、今度プラスマイナス探しに行くと、まずこっち Y ここだね、-100とか入れてみようか。そうすると -100、 2乗するとプラスなんだけど、マイナスがいるから結局すげえマイナスが強くなるんだよね。なので、ここマイナスです。で、こっちでかい数100とかまた入れると、ここがめちゃくちゃでかいマイナスになるので、ここもマイナスになります。いいね。で、1入れます。1を入れると、ここマイナス6足す12なんで、ここがプラスになると。つまり下がってきて上がってきて下がると。これで増減表が完成したので、あとはグラフ書いていきましょう。0と2、まあ、右側重視だから Y 軸ちょっとね、左側に寄せようか。で、マイナスだからこんな感じでいいかな。 XY、 さっき円軸書くの忘れちゃったね。で、0の時-8なので、ちょっとこの辺に落としとこうか、-8 で、2の時0だからこんな感じか。で、落ちてきて登って落ちる感じだから、ちょっとがY 軸寄せすぎたな、これ。よいしょ。で、まず落ちてくるから、こう落ちてきて登ってまた落ちる、まあこんな感じかね。で、さっきも言ったように、これもこっちのグラフを書きました。で、右辺は y=0、 つまり x 軸、それの交点を探せと言われているので、結局こことここなんです。2箇所だね。つまり今回の実数回の個数いくつですかって言われたら2個ですよと。これで終了になります。なので、やることはすごくシンプルです。
もうグラフを書く。で、グラフが書かないといけないので、グラフを書くためには増減表が必要だと。だから今までやってきた、微分して、増減表を書いて、グラフ書くという流れをね、使えばできますので。で、途中にちょっとね、こう言いましたけど、こういう形、イコール0になってたら、このグラフと、その y イコール0、つまり x 軸、それとの交点をね、数えればいいんだと。そういう問題なんだと覚えておいてください。では、今回は高校数学数2の関数のグラフと方程式不等式丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にもちょっと話しましたが、次回もまた実数解の個数絡みの問題やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。